フワちゃんが絶賛炎上中。なぜかといえば、ヤスコに対してとんでもないことを言ったというのが、どこだったかな、これだ。ヤスコオリンピック、生きてるだけで偉いのでみんな優勝です。そうですよね。そもそも今現在の人間生きているのだって相当な確率で生きてるんですよね。なのにお前は偉くないのに死んでくれて優先敗退ですと書いたそうです。まあ最初見た時はまあ乗っ取られて誰かが書いたんじゃないかっていう風なのを言ってた人もいましたが、いやこの顔こんなのだ、こんなだったの笑う。こんな、やすこに01の時、いつも大変なロケ行ってくれてありがとうねって言ったら、いえいえ、ふわさんこそいつもすごい元気でいてくれてありがとうございますって言われてるけど、あいつマジでフローって会話、フローのみで会話してるよな。っていう、さりげなく攻撃してた。ま、本当はいい人なんだ、と思ってたけど大間違いだった。上の人にはごますりして、やすこみたいな優しい、いじめられてもあまり言い返せない相手にあんな感じなのかな。すっごく陰険ないじめっ子気遣い気質で嫌い。ジャイアンやないかい。誰もフワちゃんを注意できなくなってる。逆にあれ有名になったから、注目されてるから、その人を叩いたら今どうなるか、逆に自分がぶったたかれるんじゃないかっていう風なので、誰も注意できなくなるが、今回はこういうことを書いてしまった上に、さらに、それに対してヤスコがとっても悲しいっていう風に言った上で、ヤスコが業界から嫌われてんの有名、ここでお気持ち証明しても生活も悪いよね、こいつ、やら。誹謗中傷してるから間に合ってはいるんだけど、というツイートをしてて、フワちゃんを悪者にしようとするあたり、本当に優しいやつなのかなとは思う、だったり。フワちゃんが今誹謗中傷の件的になっているのを見てどんな気持ち、このツイートによってさらに攻撃されたよ、よかったね、それが目的でしょう、だったり。安子が悪いわけではないが、芸人なのにここを面白くしようとしないで被害者ぶるのだるい、っていう書き込みをしていたり、結局のところ、痛めつける人って何でもいいんです、薄いんです、その人たち。なぜか自分の自分がとにかく自分のストレスをぶつける相手が誰でもいい。ああ、ちょうどいいや、今炎上してるわ。すっごいつにしてやる。うっしっし。っていう風なのだったり、ちょうどいい例が、恨みや本舗です。恨みや本舗で、コラボを元にしたんじゃないかっていう漫画が書かれた時、コラボと一緒じゃないか、おめえ炎上してさせてやるとかで、ぶったたいてたのがいましたけれども、あいつら、コラボだ、書いたから、単にそれだけ、うっすーいことですので、今、恨みや本舗ぶったたいてませんよね。その程度の信念でしかぶったたいてないからです。いやー、もうしょうがないわな、これ。どうしようもないですね、Google Pixel の CM も削除されましたし、すでに凍結されたアカウントを除き X の別のアカウントはございません。つまりすでに凍結されていたアカウント裏がめっちゃくちゃあったっていう感じですね。周りに怒られて消したっぽい。まあどちらにしてもフワちゃんはもう出てこないでしょうな。